皆さん、こんにちは。せっかちユーチューバー、イキデです。こんにちは、イキデルみな。せっかちユーチューバー、イキデルです。じゃあ、今ちょっと掃除してたんですけど、掃除終わってコンビニ行こうかと思ってたんですけど、いきなりコンビニを思い出して、これ。この間の動画で韓国現在のコンビニの姿をちょっと皆さんにちょっと紹介したんですけれども、皆さんも感じたかどうかそれわかんないですけど、日本のコンビニと韓国のコンビニが似てるところがすごく多いと思ってるんですけど、意外とちょっと違うところも結構ありますね。僕はコンビニ大好きで、そこで住みたいんですけれども、僕が日本に来て、日本のコンビニにいて、驚いた。日本のコンビニが、どんなことがいいか、どんなことが素晴らしいか、そういう話を今日は皆さんと話していきたいと思います。じゃあ、この話は、韓国のコンビニが悪いんだ、こういう話じゃないので、ご了承お願いいたします。じゃあ、美味しいものいっぱいあるし、近くて24時間いつでも行けるコンビニ大好きですね。まず日本のコンビニパッと入ったら、いらっしゃいませ、こんにちは、こうやって親切に挨拶してくれるんですね。店員さんがちゃんと立って対応してくれるんですけれども、デパート切ったその気分になるね。デパートにコンビニ来たのにデパートに来た気分になっちゃう、もうなっちゃう。そうですね、親切で。これをちょっと考えてたら、韓国のコンビニでは椅子があります。椅子が多分皆さん前の動画を見てちょっと見つけたかどうかわかんないんですけども、僕もその動画を作るときに結構気になったところがあったんですけども、やっぱり動画を見たら、カウンターを見ると、ちょっと椅子があります、椅子が。そうですね。韓国コンビニに入ったら、もう全部、そういうわけではないと思うんですけど、椅子に座って、携帯触りながら、動画、ドラマ見ながら、ラーメン食べながら、こういうちょっと姿がたまに見えますね。韓国ドラマでいっぱい見たじゃん。そう、いっぱい出てるんですよ。そうですね。でも日本のコンビニではとっても親切にお客さんに接客するんですね。そうですね。いや、これいいですね。計算するときも、ただ、バーコードだけ、ピー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 して、もう、そのまま上げることじゃなくて、ビール200円、お菓子108円、カルピス200円、こうやって、こう、やってくれるんですね。でも、こんなに一つ一つ、優しく読みながら、物を入れてくれる。韓国コンビニでこうやるの見たことあるの？正直に。みんな韓国行ったらわかるじゃん。でも、多分韓国もあると思ってるんですけれども、韓国では僕はあんまり見たことないと思いますね。韓国結構住んでたんですけど。これを、やっぱり、日本に来て、初めてコンビニでこれをピー、200円、300円。時に、いやー、なんか気分が本当に良くなりますね。いいですね。日本のコンビニは袋が無料ですね。韓国のコンビニでは袋、ビニール袋、ちょっと2円かな、3円かな。こうやってて、お金もらうんですよ。じゃあ、こ
こで韓国旅行初心者の方、韓国旅行行ってコンビニ行って買い物して、え、なんで入れてくれないかなって、そうだったらやってくれないんですよ。そうですね。だから、あの、韓国旅行行ったらビニール袋주세요、あ、ビニール봉지주세요言ったらやってくれるんですね。そうじゃないとそのまま物を持って帰らなきゃいけないですよ。だから、ビニール봉지주세요したらいいですね。このコンビニでは袋の種類がすごく多い、うん、あの、カルピス一つ買っても袋に入れてくれる。お弁当はお弁当用の袋がある。そこにお足と爪楊枝、ウェットティッシュまで、いやー面白いですね。お土産あるじゃん、お土産もうお菓子、そういうみたいにお土産するの、それもちゃんとお土産用の袋に入れてくれる。さっきも言ったんですけどさ、デパートに来た気分になっちゃうんだの、気分に、うん、だね。日本のコンビニ、本当にいいことが、いろんなサービスがあるんだけど、もう高いサービス、洗濯物サービス、いろんなもう支払いとか、それは韓国もちょっとそれは似てるんですけど、日本ではやっぱりコンサートチケット、いろんなチケット買えるのを見て、バッ！おう、そうなんですよ。前ですね、僕の友達が野球場を行きたくて、野球場チケットを持ってきたの。だから、いや、チケットどこに買ったって僕言ったんですけど、チケットコンビニで買ったよって。何の話、コンビニで何に野球場のチケットが売ってるの、そう言ってて行ったのに、あ、本当だ、本当。コンビニで売ってるから。そうですね。これ、本当にいいですね。まあ、ディズニー、ユニバー、こんなチケット、全部買えますね。最高ですね。本当に楽しいですね。いやー、本当にすごく楽なんですね。コンビニいて、僕がいろんな人を見たんですけど、あの、ゴルフのバッグ、これを持っていっぱい来るの。もうそれで簡単に預ける。日本ではゴルフ場まで配送してくれる。わあ、そうだったって、そうだ。わあ、俺知らなかった。あの、ゴルフ場行くときにコンビニ行ってそれを預けて、そのままゴルフ場そのまま行っちゃう。うん、裸で。そこを行ってそのままゴルフバッグもらってゴルフをする。うん。こうだね。いやー、韓国にいる俺の友達に言ったら、いやー、これ日本のゴルフ場本当に満席になっちゃうね。そうだね。いやー、これ素晴らしいですね。予約サービス。ママの日、パパの日とか、クリスマス、お正月。それだったら、今限定商品が出てるんですね。それ限定商品を先に予約してて、それをもらう。いやー、おせちとかそれを予約してて、そこにでそれを見たら、わあ、いやー、おせちまで、いやー、全部コンビニでやってるんだと思って本当に驚きました。お正月の食べ物を家の前のコンビニで予約してて、全部買える。家の近くで全部できるから、すごく便利ですね。じゃあ、最後。これ一番大事ですね。くじあるじゃん。くじ。そうですね。あの、買い物をしてたら、なんか、くじをやってくださいって。いやー、僕はですね、今までくじなんて今まで当たったことが一回もないんですよ。でも、これは意外と結構当たる。うん、結構当たる。飲み物、お酒、食べ物、全部出る。いやー、なんか、宝くじに当たった、そういう気分？
串のイベントをするときにコンビニ行って本当に全部買い物買わなきゃいけない。そうですね、串のサービス本当にいいですね、ですね、面白いですね。こうやってリオンのコンビニは本当に面白くて便利で楽しく親切な、そういうことがいっぱいありますね。本当に本当に素晴らしいと思います。韓国は韓国の他の魅力があると思います。そうですね、じゃあ今日もありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、じゃあまた会いましょう。